倉庫整理品、次のね出品物ですね、これでいきます。よし、まあ、とりあえずねこいつねダクトですね、まあ、ちょっとね網外れてるとかちょっと汚れてるとかね、まあ、ネジ部はいけそうな感じですね。カーボン、ですね。まあ、超カモが、まあ、カーボンですね。多分網模様ね、こっち側ね、ちょっと映ってないですね。で、塗装がね、ちょっとね、クリアですね。クリアひび割れですね。ちょっとね合わせてみます。まあ、こんな感じでねサイズ的にはねちょうどです。まあ、こんな感じでねとりあえずね出品していきます。だからとりあえずねこれを見て合う合わないね判断してください。で次にねこのイグニッションコイル、とりあえずねいけるやつを置いてる感じだったので動作確認はしてないですがね、まあこんな感じでねしていきます。まあハーネスもね種類ありますね。なんかフォレスターだけじゃないかもわからないですね。インプとかねあるかもわからないです。FKO186 と186も一緒ですね。品番一緒ですね。で、ラジエーターのね、ホース。まあ、これね、ちょっとフォレスター用かちょっとわからないんですがね。45167FFC010。で、45169ですね。FC010。これね、新品。このセットでいこうかな。これもつけようかな。ちょっとねヒューズとか入ってます。まあ、これはおまけみたいな感じですね。でストレートのねパイプベンダーいうのかな、なんていうのかな、ダブルフレアリングツールキット、これはね一回使用としてちょっとやりにくかったみたいでね、使用しかけてやめたみたいな感じのね道具です。これはねこれだけで出品します。インタークーラーやね、インタークーラーね、これね加工してます。ここにねなんかバルブがついてましたね。それを埋めて、まあ、フォレスターに合うようにねしてますね。この辺もね加工してますね。まあ、こんな感じでちょっと形出口ちょっと見てね合う合わないねこの動画でね
判断してください。3.1 段差なしのねパイプで 2.5 ぐらいねでやります。まああとは一緒やね、70杯ぐらい、よいしょ。でこのステね、このステも加工してんのかな。これもね、なんかね、昔僕もねだいぶバラしてなかったんですが、こいつもタービンからなんか出てたようなね気がします。これセットでいきます。あとタービンですね、 VF24 VF24 3万キロ、これねちょっとねからの VF24 9803、でねベラの周りもねよっガラつきねないです。ちょっとねこの辺削ってますね、よいしょ。音も大丈夫ですね。とりあえずね、スタッドボルトもいけそうな感じです。これはね、どっかオークションかなんかでね。買ったみたいな感じです。これはね、これだけで出品します。よいしょ、次これやね。整備所ですね。ちょっとインプレッサー GC8 とかですね。どんなになってんや、配線類、エンジンとかもありますね。まあこんな感じでね、購入してから見てください。でなんかねこれ外れてるのかわからないですが、配線ですね、多分ね、あるとは思うんですがね、なかったらごめんなさい。SF5 のホルスターですね、これも配線です。よいしょ、こいつも SF5 かな。97年2月とかね、まあ、こんな感じです。よいしょ。もう一つ、年式が1年古いやつですね。ちょっとちゃうかな。これは別の会社使う。
GC8K が整備ショット配線、フォレスターが制御の診断と、まあ、配線ですね。よいしょ、これをねセットでいきます。中の汚れとかね確認してないで、このままねセットで出します。よいしょ、まあ、今回はねザクと整備所配線図ですね。でタービンで、まあ、GD ビーカーのやつをフォレスターに合うようにしてるのと、ちょっと加工内容はね動画で確認してください。であとはコイルですね、イグニションコイル類ですね。で、まあ、サービス品ホースで、あとストレートのねパイプツールのねキットですね。まあ、第2弾はねこいついきます。でね、動作確認してとりあえずねいけるやつをね保存してるみたいなんですがね、まあ、現在確認してないのでね、その辺はねノンクレームで、外れてるテープが、貼り付けがね剥がれてるやつ部分がねあります。こんな感じで、ね、出していきます。まあどんどんね出していきますのでね、この動画とヤフオクのね映像ですね、画像を見てね購入検討してください。他にもねいろいろ動画出してますので見てください。チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。